皆様お待たせしました。はい、神田明神のアニソンボーンといえばこの曲じゃないでしょうか。皆さんもう一度テンション上げて踊ってくれますか。それではジュックロビンゴンドー。間違えました。ガチの盆踊りでは前に入った方がいいかじゃん。ここは神田明神です。神田明神といえば神田明神ロンドI'm not afraid to die.
い、ここで皆さん神田明神さんを通じてもう天に思いを届けてください。今日はね、盆踊りということで、皆様のいろんな思い天に届けと、はい、このご祈祷で皆さん一緒に空を見上げてください。大丈夫ですか？はい、皆さん手を挙げてね、途中で祈りを届けてください。さあ、それではもう一回いきますよ。神田明神温度
曲は何でしょうか、皆さん。なんでバレてるんですか。さあ、次の曲は皆様、神田明神のアニソンモードといえばこの曲じゃないでしょうか。神田明神アニソンモードといえば皆様、なんでしょうか。グラミーマンナー。
た、はい、全力を見てみた、この曲で皆さんと全力を見てみたいです。お邪魔の感動
はい、ラスト1曲、はい、はい、ラストはもう一回、これよりも全力の踊りが来ます。これ以上の全力の踊りといえば、皆さん、秋田大黒舞のね、今日は用意してないんですけども、アコード、はい、では皆さん、この全力の盆踊り、もう一曲一緒にやってくれますか。それではあの曲いってみたいと思います。ダンシングヒーロー。
やはりこの神田明神の盆踊りで最後ね一曲踊っていきたいと思うんですけども、ちょっとはい、ちょっと、人数のあれがあります、入り口からちょっと一回回ちょっと回っていただいてスペースをちょっと作っていただきます。はい、一部のラスト、はい、神田明神盆踊りいきたいと思うんですけども2部もございますし2部は、7時20分から、ラブライブの盆踊りとちょっとコラボ企画もあるみたいなんで楽しみにしていただきながら、はい、1部の最後しっかり神田明神さんにこの神田明神盆踊りを捧げたいと思います。はい、ラストでございます、今ちょっとね、戻られる方もいるので、ちょっと道を開けていただいて、はい、安全に行きましょう。はい、皆様、もう一曲踊る体力ありますか？それでは皆様、はい、神田明神様に対して捧げていく盆踊りでございます。皆様手をね仰ぐ時もありますからしっかりやって踊ってください。それでは神田明神運動
を歌いに来られます中学ミニオレベルです。おめでとうございます。そして私の生徒でございます、東京大学盆踊りサークルのメンバーです。そして、進行を務めます高橋純門です。ありがとうございます。2分とまた4時20分にもございますので、また水分補給していただいて、ここに集まっていただければ幸いでございます。そして一部が無事に行きましたので、また皆様の一年の健康を祈りまして、せっかくですので神田明神様に一礼をしたいと思います。ありがとうございます。神田明神様に一礼したいと思います。ありがとうございます。無事に一部が行きました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。